皆さんおはようございます。弱小底辺 YouTuber ぶっちゃけ丸です。ということで、本日はですね、民事裁判、これについてね、証拠調べ、これがですねどれほど重要かということをちょっとねお話ししたいと思います。こちら民事裁判ってまず何ですかって言うんですけど、私人間の法的な争いをですね、裁判官の判決によって解決するための手続きということになっております。こういったですね、紛争解決、こういったものがね、様々あると思うんですけども、この民事裁判における判決、具体的にどのように決定されるのかなということなんですけども、民事訴訟法第247条にはね、裁判官が判決を下す際には、口頭弁論の前趣旨及び証拠調べの結果を審釈して自由な心証により事実についての主張を、真実と認めるべきか否かを判断すると、定められています。ということで、自由な心証っていうのは大まかに言うとね、裁判官の、自由な判断によりという意味になります。判決というのはつまり口頭弁論の前趣旨と、証拠調べの結果をもとに、裁判官の自由な判断によって下されますということです。その中でね、この口頭弁論の前趣旨と、証拠調べの結果とは、具体的にどのような事象を指すのかということでですね、お話をしたいんですけども、口頭弁論の前趣旨というのは、裁判官のね、目の前でね、両当事者間が言い分を主張し合う口頭弁論の全体状況を指している話なので、両当事者の、主張内容や態度などあらゆる事象がこれに含まれますと。そしてね、証拠調べ、これですね、これはですね、人的証拠や物的証拠などね、証拠を、裁判官が取り調べることを指しますということですね。じゃあ民事裁判における証拠って何ですかと、こういうことになると思うんですけども、まずですね、民事訴訟法ではね、5種類にね、規定されていると言われています。まず一つ文書ですね。これはですね、文字や記号を用いて意思または観念などを表したものです。図面や写真、録音テープ、ビデオテープ、その他の情報を表すために作成されたものも文書に準ずるとされており、同様に取り扱われます。文書に対する証拠調べを書証と言います。検証物、人体や土地、建物など裁判官が五感の作用によって直接に形状や性質、状態などを観察できる証拠のことです。検証物に対する証拠調べを検証と言います。証人、これはですね、裁判所などに呼び出され供述を求められた紛争の第三者のことです。証人には出頭や宣誓、供述といった証人義務があり、虚偽の証言をした際には偽証の罪によって罰せられます。証人に対する証拠調べを証人尋問と言います。あとは当事者ですね。裁判の当事者及びその法廷代理人のことです。裁判官からの尋問を受け供述が求められます。当事者に対する証拠調べを当事者尋問、もしくは本人尋問ですね、と言います。あとは鑑定人ですね。専門的知識や学識経験に基づいて意見や判断を報告し、裁判官の知識経験を補う人物のことです。鑑定人に対する証拠調べを鑑定と言います。ということで、こういった、証拠ですね、これ5つ、今私に申し上げました、1つが、書証という、文書ですね。で、検証物、これ検証と言います。証人は、証人尋問、当事者の場合は当事者尋問、もしくは本人尋問、そして、鑑定人のことをこれ鑑定、この5つの、証拠、こういったものを、調べるわけなんですけども、どうでしょうか。裁判をこれやりますよと、提訴しますよとおっしゃる人は、当然ながらにこれは全部ね、揃えた上でね、裁判っていうのをね、普通はするはずなんです。まして法廷代理人使った、つまり弁護士を使った裁判をやろうといえば当然のこれ話になるわけですけども、どうでしょうか。もし、その裁判やると言って、その意思が
本当に、絶対やるんだっていうね意思のもとに話してるのか、ただ気に食わないこと言われたから、黙らせる目的で、裁判をする、あるいはですけども、まあその裁判するかどうかね、まだ決まってもいない、証拠も集めていない、まあ、そういう状況の中でもね、主張だけはとりあえずしとくみたいな、まあ、そういうことが、人によってはあるのかななんて思ってね、そこでね、一つの例をねちょっと出すと、ユタボンがね、名誉毀損の裁判ですか、33万円ね、賠償金を取りましたというようなね、まあ、他にもいろいろあります。でも彼が、まあ、裁判になった際はもちろんですけども、法廷代理人、まあ、弁護士を使って裁判したわけですけども、この今言ったね、この5つの証拠、こういったものは当然ですけども提出してるわけなんです。まあ、そういったものもね参考にしながら、ちょっとね、裁判っていうのをやるなら、どういうふうにすべきなのかみたいなことはね、きちんとね、考えて踏まえてですね、裁判をするかしないか、あるいは裁判をすることに言及する、まあ、こういったこと、まあ、本当に発言にはね慎重さが求められるんじゃないかなと。そういった慎重さを書くね、すぐに裁判に訴えるっていう言い方は、これはですね、まあ、下手すると害悪の告知になりかねないということなんで、ぜひね、害悪の告知っていうと脅迫罪の構成要件になりますんで、あんまりねそれ頻繁に用いて、さらにね、裁判をしている、形跡がない、あるいはですけども、その手前の段階ですよね、発信者情報開示請求やってない、あるいは発信者情報開示請求して、仮にそれが認められたら住所が分かるわけですから、そこにですね配達証明付き内容証明郵便で紛争解決を、図るためのね努力を、ちゃんとその前段でしているかいないか、こういったことってすごくこうね、裁判を、まあ、する前の段階の部分、非常に大事になってきます。まあ、これがなくてすぐに裁判に訴えてるのと、きちんと紛争解決する努力をしたんだけども、それでも折り合いがつかない、解決ができない、そこでもう最終手段としてね、もう本当司法の判断を仰ぐっていうのではね、まあ、まるっきりね意味合いが違ってくるのかなっていうふうに思います。ですから紛争解決するうんぬんっていうねその話の前に、例えばですけども情報発信者の人が、ご自分が発信した情報に対してね何かしらこうね、反対の意見を言われたなんていうと、これに対してはねいちいち裁判に訴える以前に対抗言論っていうのがそもそもあるんで、そっちの方でねどんどんね反論していくっていう方が、まあ、健全じゃないのかなと思います。まあ、あとはね、度が過ぎたものに関しては当然ですけども警察にね相談するとか、まあ、そういったことも考えられますけども、まあ基本的に、まあ、警察の方にねトラブルの件で話を持っていくと、じゃあ YouTube やめた方がいいんじゃないですか、 SNS やめた方がいいんじゃないですかって言われることも非常に多いんでね、まあ、この辺でそういうふうなアドバイスを受けたから、じゃあ必ずしもね SNS をやめるのかっていうと、まあ、ここはね、まあ、完全にその自由意志なんで、続けるか続けないかはね誰にも命令はねできないわけなんですけども、まあ、ただねいろいろ考えてみると、実際に裁判をやって結果を出したユタボンね、まあ、ユタボンパパがね多分主導してるとは思うんですけども、ちろんね親ですから、あとは裁判するする言ってる割には全くしない、あるいはねしてるようにとても見えない人、どっちの言ってることの方がね説得力あるのかななんてちょっとね考えたりしたんですけども、まあやっぱり論より証拠なんて裁判ってねやっぱその今言ったね5つのちゃんとした証拠、まあねちょっと鑑定にはちょっと微妙なんですけどね、ちょっと名誉毀損とか、まあね侮辱みたいなもんではねあんまりこの出てこない話だと思うんですけども、まあそれでもねきちんとね証拠揃えてね裁判をやる、まあ、準備っていうんですか、きちんとね、しておかないと、まあ、裁判やるって口では言ってもね実際はまともにできないんじゃないのかな、まあ、そんな風にねぶっちゃけまで思いまして、ちょっとね、専門家でもないのにね民事裁判についてねいろいろとね、
話しさせてもらいました。まあ、本日もね、動画のご視聴いただきましてありがとうございました。失礼します。